ぬきが化けた文福茶釜の愉快な話をいたしましょう。昔々茂林寺というお寺に文福和尚という和尚さんがおりました。ある日のこと、町を歩いていますと、一軒の古道具屋に変わった茶釜が見つかりました。これはいい茶釜だ。和尚さんは大変気に入って買って帰りました。早速その茶釜でお湯を沸かしてお茶を飲もうと思いました。ところがいろりにかけてお湯を沸かし始めると、おお、熱い熱い。ああ、和尚さんはびっくり仰天。見ると茶釜からタヌキの頭や尻尾や足などが出始めたのです。化け茶釜だ。和尚さんは気味が悪くてたまりません。その時ちょうど表へ、くずいくずい、くず屋さんが通りかかりました。和尚さんは急いでくず屋さんを呼び止めて、その気味の悪い変な茶釜を売ってしまいました。くず屋さんは茶釜を持って家へ帰りました。すると、もしもし、くず屋さん。え、誰？ここですよ、私ですよ。見ると茶釜からタヌキの頭や尻尾が出て呼んでいるではありませんか。わあ、化け茶釜だ。くず屋さんはびっくりして、そこへ尻餅をつきました。すると茶釜のタヌキは笑いながら、まあまあ、くず屋さん、そんなに驚かないでくださいな。あなたは本当にいい人なのに貧乏でお気の毒です。私が一つお金儲けをさせてあげましょうか。くず屋さんは、このタヌキはそんなに悪いタヌキでもなさそうなので、本当なら嬉しいね。私が見せ物に出ていろいろ芸当をするのです。みんな珍しがって大勢見に来るでしょう。そこであなたは入場料がどっさり儲かります。なるほど、それは面白そうだな。ついては支度がいります。きれいな日傘と日の丸の扇子を買ってきてくださいませんか。よし、来た。くず屋さんは喜んで花模様の日傘と日の丸の扇子を買ってきました。くず屋さんは早速見せ物の支度に取り掛かりました。タヌキの茶釜は文福和尚さんのところから来たので、文福茶釜と名前をつけました。まずうちの前に太い綱を一本張りました。それからうちの外側に幕を張りました。支度ができると、くず屋さんは入り口の台の上に座って、さあいらっしゃいいらっしゃい、日本一珍しい文福茶釜の綱渡り、こんな変わった見せ物は二度とない、大人も子供もいらっしゃい、さあさあいらっしゃいいらっしゃい、声を張り上げて呼びました。近所の人たちはびっくりしてしまいました。まあ、くず屋さんは一体何を始めたんだろう。見物人が後から後から入ってきました。中へ入ってみると、
舞台に古い茶釜が一つ置いてありました。他には何にもありません。なんだ、ただの茶釜じゃないか。見物人がブツブツ言っていますと、茶釜からタヌキがぬっと頭を出しました。いや、タヌキだよ、タヌキ茶釜だ。見物人はびっくり仰天。タヌキは今度は大きな尻尾や手や足を出しました。それでもう見物人は大騒ぎです。うわあ、尻尾が出たぞ、うわあ、足が出たぞ。目をパチクリさせて驚きました。タヌキの茶釜は片手に花の日傘を広げて持ち、片手に日の丸の扇子をかざして、そこに貼ってあった綱を渡り始めました。綱を渡りました。うまいぞ、うまいぞ。見物人はみんな喜んで手をたたきました。大評判になって、遠いところからも見物人がいっぱい押しかけました。おかげでくず屋さんは思いがけないたくさんのお金を儲けることができました。くず屋さんはタヌキの茶釜に言いました。ありがとう、ありがとう。お前さんのおかげで私は金持ちになることができたよ。けれどお前さんももうくたびれたろう。この辺でゆっくり休んでおくれ。くず屋さんはそう言って、茶釜はもと茂林寺の文福和尚さんのものだったので、たくさんのお金を添えて文福茶釜を茂林寺へ納めました。こうして文福茶釜はいつまでも茂林寺の宝物として伝えられているということです。